今週は八重瀬町にやってきました。出発。では早速物件をご紹介したいと思います。有限会社ビルドの矢引さんです。はい、今回はおしゃれで広々、ついつい自慢したくなる2階建ての新築戸建て物件を紹介します。インパクトのある外観とおしゃれな内装、広い庭付きの2階建て新築物件が八重瀬町に先月完成。今回はどんなグーポイントがあるんでしょう。さあ早速ですが、矢引さん、おすすめのグーポイント教えてください。はい、ご覧のように駐車場は3台可能、また広い庭で遊ぶお子さんをリビングでくつろぎながら見守れるゆとりのあるスペースね。えこれだけ広いからもう甲子園も目指し放題で、ハッとしてグッ。さあ続いては玄関スペースですが、収納が充実していて、鏡付きのシューズクローゼットに土間収納、室内ホールにも収納を設置しましたので、用途に応じてお使いいただけます。はい、釣りにね、ゴルフに、それからマリンスポーツ、もうアウトドア大好きなアクティブな家族にぴったりで、ハッとしてグー。さあリビングにやってきました。外観に合わせたアクセントクロス仕様のリビングは、2階までの吹き抜けと濡れ縁へつながる開放感あふれる贅沢なスペースです。あー、まるで別荘に来たみたいですね。セレブな気分にハッとしてグー。もこさん、こちらの物件いかがでしたか。はい、もうね、活発で賑やかな元気な家族にぴったりなお家だなと思いました。ありがとうございます。グーホームのウェブサイトにあるパノラマ物件特集は、 VR ゴーグルを使うと実際に内覧した気分が味わえます。対象物件がある不動産店舗でぜひお試しください。グーな家をお探しのあなた、ご希望の条件をこちらまでお送りください。この物件グーと来たで。この番組はグーホームプロトソリューションの提供でお送りしました。来週もお楽しみに。